黒田博樹、本当に大卒で200勝しているのか？大卒、22歳から広島に入団し、メジャーも経験した黒田博樹。通算勝利数は203勝とされているが、果たしてこれは本当の記録なのだろうか。そこで今回は、黒田氏の記録を振り返ってみることにする。信じられないよな。男気ってだけで、何勝かごまかしてる疑惑はある。これは徹底的に検証するべき。レジェンドなのはわかるけど、今の時代の200勝はそんな簡単じゃない。黒田22、6勝9敗。黒田23、1勝4敗。黒田24、5勝8敗。この時点では、斉藤佑樹と変わらないな。黒田25、9勝6敗。黒田26、12勝8敗。普通に A ピッチャーやな。A ピッチャーではあるけど、爆発力がないわな。黒田27、10勝10敗。負け星ばかりやん。それでも200敗も無理やろ。黒田28、13勝9敗。松坂は28歳で150勝してる。対して黒田は56勝。無理やわ。黒田29、7勝9敗。あ、ピーク超えたな。あとは下がるだけ。まあよくいる大卒 B やな。まあええ投手やったよ。黒田30、15勝12敗、最多勝。すげえや。全盛期来た。すごいのは認める。ただ30で78勝とか、絶望やな。40まで毎年10勝しても、全然届かない。黒田31、13勝6敗1セーブ、防御率 1.85 で最優秀防御率。うん。勝利数以前に、わけわからん記録来たぞ。マジ基地。市民球場でこれは基地。黒田32、12勝8敗、翌年ドジャースに移籍。勘違いメジャーって言われてた事実。一応小声で言っておくけど、市民補正が強すぎて、実はセリーグ最強指標数年続けてたの、気がつかれてなかったという。黒田33、9勝10敗。黒田34、8勝7敗。黒田35、11勝13敗。なんか毎年安定しすぎて、あんま思んないな。それにしても35歳で131勝、正直無理やろ。黒田36、13勝16敗、翌年ヤンキースに移籍。勝ち負け関係なく、投げすぎちゃう？普通に気づいたら36歳で草。黒田37、16勝11敗。あかん、突っ込み所ない。ヤンキースでこれはやばい。14で、219回て。イニングやべえ。黒田38、11勝9敗。黒田39、11勝8敗、翌年カープに復帰。この人は、いつ衰えるわけ？この成績で、日本に帰ってくるんですか？これは男気。これで NPB 復帰もマジ吉。黒田40、11勝8敗。黒田41、10勝8敗、通算203勝、現役引退。すごい。まだまだ余裕やん。最後までしっかり、負けがついてきてるのが、らしいというか。結論、黒田博樹は本当に大卒で200勝達成していたが、常に安定しすぎてて、衰えたなとか、終わったなとかが言えず、動画的にはあんまり面白くなかった。チームを優勝に導いて、自身は規定2桁勝って引退とか、かっこよすぎるやろ、漫画やん。無事これ名馬。10勝10敗を、20年で200勝やけどええんか？十分やろ。中崎にリベラでも失敗するんだから、気にすんなみたいな話好き。なんやそれ、かっこよすぎるやろ。この話、正しくは、中継ぎに転向して、間もなかった大瀬良が、黒田の勝ちを消してしまった時の発言。黒田、ヤンキースで、マリアのリベラに、勝ちを消されたこともあるけど、あいつは、ケロッとした感じで謝ってきたぞ。だから気にしないで、明日も出番があるかもしれないから、きちんと準備しとけ。これてまうわ。草、言ってみてー。これ以上説得力ある言葉、なかなかないな。評価はされてるけど、まだまだ過小評価の一人。